ちょっと緊張したんですけどね。あとなんか YouTube だけど結構ガチでやりたいなと思ってて、
あと全日本の予選とかあった後だったんで、試合がなんで、まあ、意外と仕上がってたなっていう感じですかね。で動画で結構見させていただいてて、なんかやっぱこうフォアを振らせないように戦術立てていこうかなと思って、ね、まあとりあえずまたいつでもリベンジ待ってますよ。よし、卓球チャンネルの方でもヨーヨー卓球チャンネルのコラボのね動画上げていくみたいなんで、そちらの方もねチェックしてくださいね。であとはヨーヨー卓球チャンネルの登録もね、こっちかなこっちかな分かんないですけど、登録よろしくお願いします。で、まあ、ヨーヨー卓球